さあではゲームのハイライトをご覧いただきます。今日は先発は楽天は永井でした。いきなりワンアウト三塁というピンチを作った永井、井口に犠牲フライ、ノーヒットで1点をマリーンズが先制しました。さらに3回です。永井が満塁のピンチを背負ってバッターはキムテギュ。ちょっと上げるような打ち方に変わってましたね、うん、そうですよね、足を上げてこうタイミングを少しこう強制的に遅らせるような感じになってましたよね、はい、タイムリーヒット2点目。さらに福浦、これがファーストルイーズ、まあ、確かバウンドはちょっと変わったんですが取れませんで2点タイムリーエラーになりました。4対0。さらに今江がタイムリーツーベース、6対0と3回で一挙6対0とリードを広げました千葉ロッテです。ただこの後が先ほどお話しあった4回、渡辺俊輔にとっては痛い4回でした、まあ、4連打を食らったこの先頭バッターからだったんですが、ノーアウト2、3塁バッター島、緩い球をちょっと狙われていました。タイムリーヒット6対1。さらにランナー1、3塁となって今度は中村雅人を迎えます。足元に当たるピッチャー強襲タイムリー6対2。この後満塁となって鉄平です。この球なんですよね、真ん中でした。しかも3人ランナー走者一掃タイムリーツーベースになって6対5と1点差になります。まあ、これ嫌な流れだったんですが、楽天が松崎久々の登板になりましたが、その松崎がワンアウト一塁から井口打ち取ったかと思ったんですが、風の影響もあって、しかも最後島が触ってしまいましたね、ファールグラウンドを転がるかなというような感じもあったんですが、タイムリーエラー、エラーで超えランナーをためてキムテギュン、さらに福浦と、ここからあの松崎が打たれました。そして大松も今日はなんとなく掴んだ感じも見受けられるそうなんです、ちょっとこう良さげな感じありましたよね、9対5で的場が押し出しのフォアボールを選んで10対5。さらに西岡のレフト前タイムリーヒット、これにレフトのエラーも絡みました。12対5ともうこの4回途中で大量点に変わります。さらに清田も続きました、タイムリーツーベース14対5、9点リード。5回、ロッテはまたワンアウト1、3塁というチャンス、バッタームニス、ムニスはロッテに来て初めての打点、犠牲フライ、15対5。ゲームは7回です。ピッチャー古谷がこの7回には上がりました。まあ、その前に渡辺俊輔から川越、さらには、まあ、根本智久といったところをつないで古谷に来ましたが、その古谷が犠牲フライで1点を失います。ただその直後マリーンズは福浦が川岸からこうホームランなんですが、これはいいバッティングでしたね。いいバッティングですね、まあ、インコースやや甘めですけどね、フルスイングですね。久々の福浦10号ホームラン到達、16対6。そしてゲーム9回、小林陵侑も今日は投げさせるというような、まあ、絶対勝つぞというリレーの中、山崎武史をしっかりと打ち取りました。16対6でマリーンズが10点差をつけてイーグルスに勝利を収めました。まだイーグルスの対戦成績はこれでロッテの7勝11敗と、まだちょっと相性の悪さは残っていますが、今日は大勝ということになりました。